オットービレクシネンは、フィンランド及び、ソビエト連邦の政治家、革命家、文献誌や、詩人。フィンランド内戦後、ソ連に移り、カレロフィンソビエット社会主義共和国の指導者や、コミンテルン書記を務めた。ラウカーに生まれた。1904年フィンランド社会民主党に入党し、同等左派で活動した。1906年、恩献派の党議長カーリを倒し、 党の主導権を奪取した。1908年から1913年までフィンランド議会議員に選出され、1911年から1917年まで社会民主党の議長を務めた。ロシア革命後、1917年フィンランドは独立したが、労働者階級を中心にソビエト連邦に参加を望む一派を率いて社会主義革命運動を指導する。 1918年フィンランド人民代表団が抱えていた問題の処理のためにソビエトロシアへ赴き同年フィンランド社会主義労働者共和国を樹立するも内戦でマンネルヘーム将軍率いる白軍によって敗北し短命に終わった空ネンはモスクワへ亡命しフィンランド共産党を結成したなお空ネン亡命後フィンランド社会民主党は 恩憲派の領収バイノターナーの強力な指導力により統制を回復した。この過程で空死年ラサ派、過激派に対して内戦敗北の責任が問われることとなった。ソビエト社会主義共和国連邦成立後は国際共産主義運動に参加し、コミンテルンフィンランド共産党代表、情報部長、幹部会員を経て、1921年コミンテルン、 執行委員会初期として、運動で重要な役割を果たした。32年定税の起草に参加し、日本共産党に対する指導も行った。フィンランド内戦後、社会主義者、共産主義者に対する国民の憎悪は激しく、多くの左翼がソ連に逃れた。しかし、スターリンによる大粛清は亡命フィンランド人に対しても容赦なく、襲いかかり、1930年代フィンランドに、 帰国しなかった人々は、反革命派、スパイ容疑で逮捕、粛清された。クレルボ・マンネル、ユラ・ジョシロラ、エドバルド・ギュディングなど、空ネンと同期の主だった人物はすべて粛清された。空ネンの妻愛の空ネンも当局に逮捕されている。空ネン自身は、粛清の対象から外れたため、フィンランド人からは祖国のみならず、同胞、同士、 そして妻までソ連に売り飛ばした裏切り者としてその名は一層の失墜を免れなかった。空死年フィンランド民主共和国とソ連間の協定にサインするソ連外相モロトフの真後ろスターリンの右隣に立っている。1939年ソ連とフィンランドの間に勃発した冬戦争にこうし11月30日ソ連の占領した国境地帯の街 テリー沖に樹立された、海来政権、フィンランド民主共和国の主犯となった。しかし、冬戦争は、フィンランド軍のゲリラ戦法で長期化し、ソ連及び、海来政権の目論みは、失敗に終わる。1940年3月12日、モスクワ講和条約で、ソビエト連邦構成国である、カレロフィンソビエト社会主義共和国に統合をされ、空死年は、カレロ、 フィン共和国最高会議幹部会議長に就任した。この時期に後にソ連共産党書記長となるユーリアンドロポフを引き立てている。理論家であったクーシネンはスターリンに演説の執筆とイデオロギーの分野で常用された。1946年ソ連共産党中央委員に選出される。1946年から1953年まで幹部会員。 1952年から1957年まで、ソ連最高会議大議員に当選し、幹部会副議長にも選ばれた。フルシチョフ期にも生き残り、1957年から1964年まで、再び、ソ連共産党幹部会員、1958年、中央委員会書記を務めた。1958年には、 ソ連科学アカデミー会員にも選出されている。1964年5月17日モスクワで死去。死後、他のソビエト指導者と同様、クレム人の壁に葬られた。空死年は同胞たるフィンランド人の間では、内戦で1918年以降祖国を捨てたことに、加え、冬戦争でソ連の傀来政権の主犯となったことによりその悪評が増した。 クーシネンとフィンランド人の間には相互に嫌悪感が存在し、単独でフィンランド人と会見することはなかったと伝えられる。ランタネンは彼をスターリンの最も天才的な弟子と評した。クーシネンはマルクスレーニン主義における理論家として、弁償法的遺物論、レーニン主義、共産主義の主要な解釈を提示していた。その一方で、クーシネンはソ連用人の中では、 比較的、リベラルであるとみなされる向きもある。これは、スターリンの死後、フルシチョフに接近し、フルシチョフの指示のもと、急進的な農業、工業、技術開発を内容とする新しい投稿量を、起案し、プロレタリア独裁の概念を撤廃し、旧スターリン派やネオスターリニストら保守派に、強硬状態を巻き起こしたためである。このため、 空死年をペレストロイカの思想的選抜と評価する向きも一部にはある。2004年にフィンランド国営放送が放送したテレビ番組最も偉大なフィンランド人では38位にランキングされた。夫人の愛の空死年とは大粛世期に愛のが投獄されたことが機会で関係が冷え切ったが離婚はしなかった。愛の,の死後の1972年には 彼女の回想録が出版されている。ありがとうございます。